u 通例語 B ヌイツヤは、ウクライナのコルベットである。官名は、同盟の都市名にちなむ。B ヌイツヤは、ソ連時代に、ソ連国家保安委員会向けの国境警備官として建造された。1976年6月17日、1124P 号計画によって建造される8番艦が、KGB の海上国境局に登録された。 1978年1月12日には、この艦は、工場番号第777号艦として、タタール自治ソビエト社会主義共和国の AM 合力記念ゼレノドーリスク造船所で、寄港され、ウクライナの都市にちなんでイズマイールと命名された。1980年6月22日には、浸水、すぐに、艦は、 アゾフ海に面したバラクラーバの内水システムに引き渡された。イズマイールは同地において海上公務を実施した。同年12月28日に試験が終了すると国境局のバラクラーバ国境警備官軍事管区、西国境警備管区に配備された。1981年から1989年の間、イズマイールは クリミア半島沿海の国会における200回り、排他的経済水域の警備を主たる任務とした。その間、イズマイルは5459隻の船舶の検査を行い、296隻を交流した。そのうち外国隻の船舶は14隻であった。1986年2月と1989年2月にアメリカ海軍のミサイル巡洋艦ヨークタウンと 駆逐艦カ,ンカロンがソ連の領海を侵犯する挑発行為を行った際、イズマイールはこれに対処するために出動した。なお、ヨークタウンはソ連海軍の警備艦ベズザトベートヌイに体当たりをされ損傷している。ソビエト連邦の崩壊後、イズマイールはロシア海軍国会艦隊に編入された。しかし、協議の結果、イズマイールはウクライナに引き渡されることとなった。 1992年6月、イズマイールは、ウクライナ海軍に編入され、その名を、チェルニーヒウと改めた。種別も、コルベットに変更された。同年11月26日には、ロシア海軍を正式に除籍された。なお、ウクライナ海軍への引き渡しに伴い、艦首に彫刻されている、赤い星は、艦隊色に塗りつぶされた。チェルニーヒウは、幾度か、 国際演習に参加したものの、ウクライナ海軍の資金難から、艦の活動は制限されるようになった。その後、新造艦の目途が立ったことから、2004年4月7日には、海軍より除籍された。ありがとうございます。